どうも、タラケンでございます。さあ、今日はですね、私がね、こうやってね、野球観戦動画をね、撮り始めてからは、初めて来る場所ということでございますね。なんとですね、個人的に5年ぶりですよ、横浜スタジアムに来ております。いやー、横浜スタジアムで野球観戦ね、もうね、ここ最近ずっとね、できてなくて、本当にまだね、なんていうか、ベイスターズファンであるにもかかわらずね、ハマスタに来てないっていうのはね、本当になんか、本当にベイスターズファンかよっていうふうにね、怒られそうな気がしなくもないんですけれども、いやーね、5年ぶりに来てみたんですけど、いやもう球場がめちゃくちゃ変わっちゃっててね、いやもうなんか、すごいですね、完全に言ってしまえば、浦島太郎状態というかね、球場全体も変わってますし、球場外のね、横浜公園内のね、催し物ですよね。なんかチアリーディングチームですよね。ディアーナの皆さんのね、なんだっけ、パフォーマンスとか試合前とかやってたっけなって感じがしてね、本当になんか何もかも見るもみんながね、新鮮な感じがしております。いやね、最後にね、この浜田に来たの、実は個人的にはね、まだね、なんだっけ、平成プロ野球観戦記でも扱っていないやつなんですけれども、あれですね、5年前ですね、2017年だったと思うんですけれども、対ね、広島東洋カープ戦で、なんだっけ、9回の裏にね、3者連続ホームランでサヨナラ勝ちするっていうね、ベイスターズがすごい試合をしたっていう、その試合を見に行ったのはね、個人的に生観戦で最後なんですよ。でね、それ以来の観戦動画で、今日ね、相手は読売ジャイアンツなんですよね。いやね、ね、個人的にね、読売ジャイアンツ、まあ言ってしまえばね、嫌いな球団なんですけれども、まあ実はね、私自身、これは逆にあれかな、これまで平成プロ野球観戦記でも取り扱ってきたんですけど、まだ読売ファン時代ですよね、私自身が。その時の東京ドームでの、ベイスターズ戦ではね、ベイスターズずっと勝ってたんですよ。そういったこともあってね、ベイスターズの方がダントツで勝率がいいということで、今回はね、逆にね、ベイスターズしっかり勝ってほしいなって感じがしております。昨日もね、なかなか膠着状態が続いた試合で、結局ね、内野ゴロの間のね、生還の決勝点で負けちゃったってこともありまして、なんだか今日は勝ってほしいなって思っております。そんな中ね、今日は確か、先発がね、ベイスターズの方は石田投手でね、読売の方の先発はね、確か CC メルセデス投手だったかな。まあ、この点のマッチアップという感じでですね、石田投手は最近なんか、いい時と悪い時と、まあ、ちらほら、ね、なんとも言えない感じかなってところの中で、メルセデス投手は逆にね、今シーズンなかなか、これまで以上にピリッとしないシーズンっていう感じになっておりますけれども、なんとかね、ベイスターズ打線、昨日はちょっとね、あと一歩が出ないっていうね、すごいなんかフラストレーションがたまる試合展開だったんで、なんとか今日はね、勝ってほしいなっていうふうに思っております。いやー、ハマスタね、本当に5年ぶりに来てね、いろいろと変わってるんで、まあ、私自身も早く球場に入ってね、どんな風になってるか、その辺もね、探索してみようと思います。はい、というわけでね、球場の中に入ってまいりました。いやーね、ハマスタね、中に入ってきてみても、やっぱりね、ライトスタンドでそれぞれにね、高いところの観客席ができたりとか、結構ね、見た目も変わったりとかね、あと、バックネット裏の方ですよね、そこもね、結構なんか、なんだろう、モニターっていうかね、オーロラリボンみたいなのができたのかな、結構いろいろと変わったりとかして、すごいね、新しい風も感じるんですけども、でもその反面ね、やはり変わってないところもいくつもありまして、懐かしさも感じているかなって感じでございます。いやーね、実を言うとね、私自身ね、先週末ですよね、新潟総取りっていうね、よさこい関連のお祭りでね、新潟の方に行ってたんですけど、その時のお祭りの模様もね、まだ編集できて何もかかわらずね、このね、浜田さんに野球観戦に来る予定があったんで来たわけなんですけどね、いやー、編集作業がめちゃめちゃ溜まっちゃったな、困ったなって感じなんですけどね、いや、いい加減ね、作業も頑張って早めないといけないなって感じですね。まあ、それを置いておきましてですね、まあ、今日ちょっとね、せっかく久しぶりに来た浜田さんにもかかわらずね、天気がちょっと心配で、なんとかね、雨を降らずに、今日一日試合持ってほしいなって感じで思っているところでございます。ただでさえね、ベイスターズって、ね、雨天中止したの、ね、新型コロナでの試合延期等々がありまして、試合数がかなり、溜まってしまっていてね、9月はもう相当ね、過密スケジュールの中でね、戦っているって感じになっているんで、少しでもね、試合消化してほしいなって思う反面、まあでもね、1試合2試合ぐらいちょっと中止があってもいいのかなって思ったりもするんですけどね、まあでもそしたらあれか、当たったダブルヘッダーになっちゃったりしかねないのか、まあそれはね、仕方ないかな、そのあたりはね、気にするところでありますけど、まあこれからね、ちょっと久しぶりにね、浜田さんに来て、なんかお弁当とか買ってたりしないのかなっていうのもありましてですね、ちょっとね、買い物も後で行こうと思います。それでは行きますよ。
さて買い物に行ってきたんですけれども、いやマスター改めて変わりすぎですね。今あれですね、外野席に今今回座っているんですけれども、あの外野席からね、あの内野スタンド側に買い物に行くこともね、あのできるようになりました。なんかねテラスを使ってね綺麗になったんですけれども、いやテラスに当たった先ね、あの内野席がね、あの完全になんかなんだろう、今まではね、あの外周って感じで、あのチケットで入場する前にやるけどところもね、完全にチケットじゃないと入れるないようにな感じになってましたし、でね、あとなんか、結構あの上階の方ですよね、上の方やなんか、なんだろうな、ベイスターズのね、ハマスタのなんか特有のね、あのお店がたくさんね、並んでいるあのコーナーとかあったりして、すごくね、面白い感じになっていました。いや、本当にね、すごく行き来もしやすいですし、買い物もしやすいですね。いや、本当にハマスタ、いい方向に変わってる、すごいなって思います。じゃあ、そんな中でね、まあちょっとね、スタメン発表まで時間があるみたいなんで、じゃあね、あのちょっとあのスタメン発表前に本日の球場名紹介しようかなと思います。まず今日ね、結構活躍してしまったんですけれども、まずね、1名に紹介したのはこちらですね。はい、というわけでこれはですね、これはね、なんだっけ、これですね、あの佐野啓太選手のね、サノスの作ったローストビーフ丼だったかな、これがね、ハマスタキッチンで売られていたんで、これはちょっと購入してみました。いやーね、その選手ね、あのいつもね、あのシリアチャロスをしたり、最多アンダーラスをしたりね、本当にすごい、あの、見事なね、まあ、アベージヒッターになりましたけれども、いやね、このね、あの、なんだっけ、ローストビーフ丼、すごくね、なんか、あの肉がぶつ切りっぽくなってね、美味しそうだなっていうふうに思います。じゃあ他にね、もう、他にね、いくつか買ったんで、それも紹介しますね。はい、続きまして紹介するのはね、これですね、なんだっけ、ベイスターズのね、寮ですね、生成寮って言ったっけ、のね、カレーなんですけれどもですね、ブルースターホテルって入ってるな、なんかね、このカレーのね、書体がなんか、TBS 時代のね、ベイスターズをね、彷彿させる感じがすごく懐かしいんですよね。これね、なんか一体どんな感じのカレーになってるかと言いますとですね、はい、こちらがね、カレーの中身の全容となっております。今回ね、購入したのはレギュラーサイズなんですけれども、他にもね、ハーフサイズがあったり、あとね、もっと量の多い選手サイズっていうのも売られていたりしました。その辺もね、ちょっと気になりますね。あとはなんか、グリーンカレーもね、売ってたみたいだったんで、ぜひね、あの皆さんも、あの何度もね、浜さんに足を運んでいらっしゃる方は、まあ、ご賞味していただいてもいいんじゃないでしょうか。そしてね、最後に紹介しますのは、昔の今も変わらない浜さんの名物、みかん氷ですね。このね、みかん氷ね、なんだっけな、今回はね、普通に外で買ったんですけれども、いや、ほんとね、買い物、買ったものが多くてね、あの、足元がいっぱいなんですよ。ほんとにね、物があんまり置けないんでね、外野はね、皆さんその辺は注意してください。あと今日なんかね、ビール半額でらしいんですよね。だから、ビール、まあ、いくらで500円だったのかな、なんか安いんでね、あの、まあ私もね、機会があったら飲もうかなって思っております。じゃあね、そろそろスタメン発表に入るのかな、その辺も楽しみにしていきましょう。
している。はい、というわけで現在ですね、今ね、4回の裏のね、ベイスターズの攻撃中なんですけども、さっきね、4回の表は、伊沢投手がね、海老蔵選手が見事三者凡退に来ておりましてですね、いやーね、3回の表はね、2アウト満塁で4番中田選手を迎えるというね、なかなかの大ピンチ背負ったんですけども、そこをね、なんとかセンターフライで打ち取りまして、それで少し気を良くしたかなって感じですね。でね、今日はですね、ビールワンコインデーということでですね、じゃあこんなものをね、購入してみました。はい、こちらですね、ベイスターズラバーですね、これね、玉下限定の、ビールということでですね、ずっと飲んでみたかったんですよ。なんでね、この機会に飲むのちょうどいいんじゃないかなって思ってね、これから飲んでいこうと思います。多分当てはね、カレーになるんじゃないかな。でこんな感じでね、楽しんでいきます。
球。11球だ。
井出選手にコールをお願いします。横浜反撃、よっしゃ、愛するぜ横浜。はい、というわけでですね、まあ、私個人的にね5年ぶりのハマスタでの野球観戦となりました、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツのね、今日の試合無事に終了しました。いやー、終わってみたらねなんかもう本当にかなりね苦しい試合展開にはなったんですけれども、しっかりねあの読売相手に見事なね勝ち試合をしてくれたなっていうふうに個人的には思ってて、すごくねいい試合を目指してもらって、あー嬉しかったなっていうふうに思います。いやーね、この正直ね、始まる前ですよ、いやあのね、石田投手とね、メルセデス投手でしょ、なんかもっとね乱打戦とかそういった展開に、ね、なっちゃうんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけど、ね、思った以上にねあの石田投手がねしっかり粘りのピッチングをねしてくれたっていう感じだよね。本当にあの途中で、ね、おっと危ない、大丈夫かな。あ、ちなみにね、そうですね、なんか今一緒にね、あれですね、ちょうど球場のね、あの片付けやってらっしゃるあの関係者の方々がいらっしゃる、なんていうの、あれか、ボールパークバーガーか、あのね、新しくね、浜田さんにできた、グルメバーガー屋さんのね、あの前で撮影しているんですけどですね、ちょっとね、演出やってらっしゃった皆さん本当にお疲れ様でしたって感じですね。まあ結局ね、一通り終わってしまった、終わったところまではね、終わった時間が、夜の10時ぐらいで、だいぶ遅いんですけど、あ、ちょっと話が逸れちゃいましたね。いやね、石田投手途中3回ね、2アウトランナー満塁っていうね、本当にあのかなりのピンチで、4番のね中田選手を迎えるっていう場面があったんですけれども、いや今日の今日のね石田投手ね、なんだろう、特に序盤とかね結構高いボールも多くって、結構ね大丈夫かなっていうふうに心配していたんですけど、ボールそのものの、ね、力がかなり強くって、でね、ウィーニングショットとかはねしっかりあの低めにあの制球することができていたような感じだったんで、あの要所要所でね、まあ初回もねあの丸選手をあのゲッツーに打ち取ったりとか、あとねあの岡本選手をねあの落ちるボールで三振取ったりとかしてね、そのあたりのボールを決められた、そこがきっとねあの中田選手にまあ打球詰まらせてね、センターフライに打ち取って、まあ、外泣きを得ると、そういったね流れにもつながったんじゃないかなというふうに思います。結局ね石田投手は6回無失点ですか、あのしっかりねあの素晴らしいね感じで試合を作ったんじゃないかなというふうに個人的にも、見てて思いました。いやこんなにしていいね石田投手を見られてね、個人的にもかなり、満足だったかなって感じですね。で打つ方ではですね、まあ、あの初回ねいきなり先頭バッターの、 あの桑原選手がねツーベースで出て、そこでね大室にあの2番バッターの、楠本選手があのセーフティーバント気味の、送りバントで三塁に進めたんですけど、いや佐野選手がね、セカンドゴロ打った時にちょうどねサードランナーの桑原選手を突っ込めなくって、うわこれで結局、犠牲フライとかができなくなっちゃったなっていうふうに思って、ヒット打つしかないじゃんってなったんですけど、そこでね4番の牧中吾選手がねしっかり、先制の、タイムリー打ってくれた。これでね1点も取れずに終わるのとね、そうじゃないのと近い1点取るのとではね、えらい違いが出たんで、本当にここでね1点取れてよかったなっていうふうに思いました。でそこからね、石田投手も我慢のピッチングを続けていって、でね、6回にはね、いや宮崎選手ですよ、いや打った瞬間のね、見事なソロホームランを打ってくれましたね。まあ、その前にね、あの牧秀悟選手、結構ね、その後牧選手ね、先制タイムリーの後は、なんか内野フライがね、かなり多くって、かなり個人的にも心配したんですけれども、そこをね、その後しっかりあの宮崎選手がね、繋いだり、一発を決めてくれたりね、いや本当に今日、かなりね、ポイントゲッターの一人となったんじゃないかなっていうふうに思います。であと投げる方ではね、7回は入江投手が、まあ、あの先頭ね、確か大城選手をね、内野で何とかなったのかな、それまであったんですけれども、その後はね、しっかり抑えまして、でなんといっても8回ですよ、8回ね、この日、デッドアッパーとしてね、登場した、ね、エスコバー選手がね、なんだっけ、先頭は吉川選手だったのかな、ヒットを打たれて、そこからね、結局、フォアボールと、あとね、1回ピッチャーゴロでね、ゲッツー狙えるかなって思ったところでね、多分相当な悪送球だったと思うんですけど、送球がね、一塁側に逸れてしまって、まあ、大和選手も取れずでね、結果、まあ、リクエストとかも入ったけど、まあ、エラー扱いでノーアウト満塁ということになりまして、
いやノーアウトまで中田選手かよって決めたんですけど、そこでね変わって出てきた伊勢投手ですね。いや伊勢投手のねあの危機迫る見事なピッチングね、途中またね中田選手結構打った瞬間はあこれちょっといい当たりかなと思ったんですけど、あのライト方向へのね浅い外野フライでまあねサンドランナーも突っ込むことができず、で続くね岡本選手三振で、さらに最後ねクロール投手がね途中で出てたんですけど、クロール投手の代打でね中島と中島弘之選手が出てきまして、まあ、中島選手ねなんとか内野フライに沿って結局ねノーアウト満塁無失点で切り抜けた。いやもうね今日ね結構ピッチングの方でねハイライトがいっぱいあったかなって思う試合だったんですけれども、やっぱりねどう考えてもねこの8回が一番のハイライトだったじゃないでしょうか。これね1点も与えなかったこと、これがね一番の勝因だったと思います。でねちょっと戻りますけど、7回にはね関根選手の代打関根選手がね犠牲フライ打って3点目取ったってことでですね、まあしっかりね9回投げた山崎朝輝選手にもセーブがねつくという感じの展開で3対0のね完封をしたという感じになりました。いや本当ねベイスターズがこんなにね盤石な、まあ盤石と今日に関してはいるかどうか怪しいところはありますけれども、こうやってね勝ち方の投手リレーで勝つ、いやこんなチームになってきたのかっていう風にね改めて一ファンとしてねなんかなんとも感慨深く思ってね今日の試合見ておりました。いや本当にね5年ぶりの観戦の試合をねなんとか白星で飾れた、これは本当にね私自身もね見に来て本当に良かったなと思います。いやこれからやっぱりだな、もうハマスタもすごい様変わりしたし、もっとねハマスタにも観戦に行きたいですね。もっともっとベイスターズ楽しく応援していきたいなって思います。じゃあね今日もねだいぶ夜も遅くなっちゃったんで、この辺りでね動画も以上にしようかなと思います。大丈夫かなそれではねまたね生配信とか動画とかねまた動画野球観戦に行った際は作っていきたいなというふうに思っております。まあ、今シーズンは多分これで終わりになるかなって思うんですけれども、まあね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしねチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、そしてねこの動画楽しかったよとか、この際見に行ってるとか何かねありましたらグッドボタン、高評価、あとねコメントとかもよろしくお願いします。また私はツイッターとインスタグラムやっておりますので、よろしければそちらもフォローお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。ハラケンでした。いやー皆さん、スラクファンの皆さんね、今シーズン1年お疲れ様でした。またねまだねポストシーズン等々残りそうなねチームの皆さんはしっかり応援していきましょう。